間違いのない楽器の選び方をお伝えする弦楽器サラサーテの北見です。多くの先生はほとんど音大を出られたような方だと思うのですが、そうしますと小さい時から相当練習を積んでおられた、その結果音大に進まれて今生徒さんを教えているというような方々がほとんどだと思います。そうしますと先に説明したようにまさに体で覚えて自然にできてしまって弾けてしまっているというのが今の状態なのではないかと思います。大人からやられた方の困難なところ、あるいは疑問に持つこと、そういったものがご自分ではそういった経験がないものですから、なぜできないのか、なぜ弾けないのか、なぜそんな質問が来るのか、なぜそんなことを疑問に思うのかということがまず思って理解できない、わからないということが多いのではないかと思うのです。この続きは次の動画をご覧ください。